こんばんパックリンチョ、ミステリー案内人です。八尺様が鼻歌を歌っていますね。何かいいことでもあったのでしょうか。八尺様って表情が見えないから喜怒哀楽が分かりづらいのよね。表情が分かりにくいといえば、こんな都市伝説があるのをご存知でしょうか。その不気味な話が起こったとされるのが1972年6月、アメリカ・ロサンゼルスのとある病院でのことです。はあ、今日も忙しいわね。こんにちは。すみません。風邪薬をいただきたいのですが。では内科の先生に一旦見てもらってくださいね。内科はあちらです。どうも。この病院は休館も多く、この日もいつものように受付係は対応に追われていました。すると、ある女性が受付に近づいてきたのです。あら、休館かしら。すみません、今大変混み合っておりまして。受付係だけでなく、その場にいた全ての人が凍りつきました。なぜなら、やってきた女は赤い血が点々とついているガウンを着ており、人間なのか疑うほどの無表情で、まるでマネキンのような見た目をしていたからです。しかし受付係は無視するわけにはいきません。どうされましたか。すると女は表情を変えないまま口の中から何かをつまみ出し投げ捨て、そのまま倒れてしまったのです。いや、何これ。女の口から出てきたのはどうやら子猫の肉片。受付ロビーは大パニック。スタッフたちはその女に恐怖を覚えながらも急いで病室へ運びました。ベッドに寝かせてからもその女は無表情のまま、目は開いているのですが苦しむことも痛がることもせず、スタッフの問いかけにも全く反応しません。こんな奇妙な感情は初めてだ。体をベルトで固定しておきますか。そうだな、身動きが取れないように警察が来るまでこうしていよう。看護師が女の体にベルトを縛り付ける間は全く抵抗はありませんでした。しかし、では鎮静剤を注射します。その瞬間、女はものすごい力で暴れ出したのです。やはり無表情のままの顔がより一層その女の異常性を表しています。まずい、拘束ベルトも外れてしまった。抑え込むぞ。はい。医師が女を落ち着かせようとした時、女は突然大きく口を開け医師に襲いかかりました。女は医師の首筋に顔を寄せ、首の動脈を噛みちぎったのです。いや先生。お前は一体。今にも息が絶えそうな医師に向かい、女は初めて言葉を発しました。私は神だ。女は恐怖に怯える看護師を無視し病室から出て行きました。途中、男性の警備スタッフが次々と襲われ、誰も止めることができないまま女は逃亡してしまったのです。女の行方は誰にも分かりません。おや、何の騒ぎかな。熱があるみたいだから帰ってゆっくり休もうっと。これはアメリカで有名な都市伝説。真偽のほどは確かではありませんが、とても不気味ですよね。本当にこの女は神なの？なんで猫を口に含んでいたの？もう全てが謎で怖い。しかもこんな時代にもジェフがうろついてるなんて危なっかしいわね。人間は思っている以上に相手の表情で物事を判断します。表情が全くないというのは不安も煽りますし、普段体験しないことなので余計に恐怖を感じるのでしょうね。ジェフはある意味特殊能力を持っているので、その力を乱用するのであれば私が許しませんよ。アクション。誰か僕のことを噂してるのかな。みんなも風邪には気をつけてね。よかったらグッドやチャンネル登録よろしく。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイチー。夢の中ですれ違った。